百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。よっ、皆様ありがとうございます。皆様のおかげでチャンネル登録者数1万人を超えることができました。本当にありがとうございます。もうこの子たちも喜んでると思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あれ、君誰だっけ。正直なところ1万人って言ってもあんまり本当にね、実感って湧いてなくて、普段はこう四国のね、香川県のお店でカメラ1台置いて撮ってるだけなんでね、まああまりそんな見られてるって感覚はないんだけど、一つの節目としてね、本当に嬉しいことです。今思い返してみると、今年の春かな、8ヶ月ぐらい前に1本の動画を撮ったんです。それが六段審査一発合格の方法っていう動画だって、それを機にですね、いろいろ本当にコメントをいただくようになって、なんかあれ、なんかこうやってるこっちもなんかそういうの面白いな、そのね、お互いにやり合うのが面白いなと思ってやってきたと。で、最初の頃なんかもう本当にね、携帯で iPhone で撮ってましたから、もう画質も全然ダメダメだったんですけど、本当に皆様のおかげで、ここまで来ることができました。コメントもね、ちょっと返信はできないんですけども、皆さんもう本当に読ませていただいてます。大会とかでこうお声掛けていただく方、本当にありがとうございます。もうその都度もうびっくりするんですけど、そのおかげでもうやれてるようなもんです。なんとか今日、1万人という節目を迎えることができてですね、皆さんにプレゼント考えました。いろいろ考えたんですけども、やっぱりね、ご要望が一番多かった剣道 T シャツですね。僕が動画の中で着てるこの剣道 T シャツをプレゼントさせてください。もう本当お願いします、お願いしますから、プレゼントさせてください。この剣道 T シャツなんですけども、これ僕が動画の中で着てるやつっていうのは、実はどうやって作ってるかっていう、アイロンプリントっていうのを買ってですね、インクジェットプリンターで印刷して、こう、アイロンで1枚だけ作って着てると。だから、もうとてもね、お渡しできるクオリティじゃないんですよ。もう、ヘナチョコすぎて。これをきちっとですね、T シャツ屋さんに作っていただいて、プレゼントします。それ実は少し前から動いてて、剣道 T シャツのサイトを作りました。はい、それでこれが、僕が用意したですね、剣道 T シャツの販売のサイトですね。ただ僕がアイロンプリントで一枚一枚ね、作った薄っぺらい T シャツじゃなくて、本当に売り物になる分厚い T シャツにしっかりした文字で作った T シャツです。一応ね、一番人気はね、今のところね、このかかり稽古なんだけど、僕個人的に好きなのはこのゴーギーってやつですね。ゴーギーってやつ、もちろんもっと増やしていきたいと思うんだけど、ここにあなたが考えた剣道の言葉あれば、ぜひコメント欄に書いてください。一人いくらでも書いていただいて大丈夫です。で、その言葉でいいやつを、採用させていただいて、それをそのまま T シャツにしてプレゼントと、そういう企画やらせていただきたいと思います。おいおい、結局店長、自分が T シャツ売りたいだけじゃないかって言われたら、もうその通りです。下心あります。でもね、もちろんいいの考えてくれた人にはプレゼントって思ってるんだけど、この剣道業界で、この YouTube をね、通じてね、みんなでなんか、こういう T シャツだったら面白い、じゃあ作りましょう、みんな買えるようになるっていうの、なんか面白くないですか。これあんまり一方的にこっちからこういうのあるよっていうのもなんかつまらないでしょ。それでいて、かつ簡単ですごく公平だと思うんですよ。コメント欄でみんな応募くるわけでしょ。誰でも見れるでしょ。そして、なんか僕が選んだ、これがいい、これがいいっていうのもみんなわかるでしょ。だから、それが、ちゃんと T シャツになって販売されてれば、そういう分かるじゃない、本当にプレゼント送ったのかなみたいな気になることもないし、だからみんなが分かるし、透明でしょ。だからそこも含めていいなって思ってたの。そして肝心の T シャツなんですけども、10名にしましょう。10名の方選ばせていただきます。応募方法は簡単です。もう名前も住所もそんなの何も書かなくていいです。コメント欄にこんな剣道 T シャツの文字があったらいいなっていうのをただただ書いてください。それで発表もそのコメント欄に僕が返信を入れますんで、それで10人選ばせていただきます。応募の、期日はですね、この大晦日しましょうか、平成30年の12月31日大晦日、除夜の鐘が鳴る前までで決めさせていただきます。そしてその10人の人には、じゃあやっぱやめよう、15人いきましょう。みんな本当できるだけ本当プレゼントしたいんで、15人の方には、プレゼント差し上げます。そしてグランプリ第1位の人は、この T シャツもやられたっていう人にはですね、これです、巻物、店長がこれから巻物を書きますので、この巻物の内容はですね、日本剣道型の1本目、これに書いてですね、プレゼントしたいと思います。 T シャツと一緒にプレゼントしたいと思います。なんでこれいる、いらない、いや、こう頑張って書くからね、真心込めて書かせていただきます。一人何通でも応募できます。コメント欄にどんどん書いてください。15人の方にプレゼントしますから、たくさん書いていただいた方が当たる確率も上がります。
応募資格も特にありません。チャンネル登録しないといけないとか、あのいいねボタンを押さないといけないとか、そういうの全然関係ありませんので、もうお気軽にやってください。そしてあの剣道やってる人ね、周りの人みんなに教えてあげてください。そしてその YouTube でね、こういう変な剣道 T シャツの企画やってるぞっていうのがね、もうみんなでこう盛り上がればと思います。そして応募の期限は平成30年の12月31日大晦日とさせていただきます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。